たちはジュニアの頃からずっとライバルで、日本も韓国もすごく、メディアの方にも、見ている方もみんなすごく注目をしてくださって、すごく期待もしていて。ことは同時に考えるんですか、あるいはただその音楽が何か心の中に響くとか。すごく大変な時期もありましたし、でも決めの選手がいなければ自分も成長できなかったと思いますし、逆にこう切磋琢磨して、モチベーションにもなってたと思うので。引退するとかっていう話はありますけど、その将来に。あの頃はあの頃で、良い思い出でもあり、大変だったなっていう思い出でもあり、いろいろですけど、それも一つのスケート人生の中で、これだけたくさんの方にそういうふうに注目してもらったりとか、応援してもらえたりするってことは、本当にすごく良かったことなんじゃないかなっていうふうに思っています。